皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、4月18日、20時57分、東京都知事の小池さんへのメッセージなんですが、今日、YouTube で東京都議会の、動画がありましたので、それを少し閲覧していまして、まあその内容も、その動画の出し入れとか、その、あったりするわけが現実にあるわけじゃないですか。だから、まあ、公金の日付だったんですけども、その本当にいつの頃なのか私の方ではわかりません。で、まあ、内容として立憲民主党の方が、まあ、質問等のその拒否の率がどうこうみたいな話の時に、まあ、正直そういうような内容今まで、たくさん別の方とかも言ってたっていうのがあるから、もう僕からしたら、ああ、もう分からないわと、まあ、ごちゃごちゃになってるわと、本当に、こう、最近に撮影した動画なのかどうか、これ分からないということで、もうあまりもう何も考えないで、もうぼーっと見てるような状態の時に、小池さんがちょっと映ってた時に、来るよって言ったんですよ。その時の内容は、だから誰か来るとかそういうことなのか、ちょっとね、僕の方も特別何かこう小池さんにこう、メッセージ送ってるような内容も頭の中よぎらせてませんでしたし、基本的にその時、寝転んで、動画見てました。もう座ってばかりいるともう、お尻が持たないじゃないですか。で、寝転んだり、まあこう、まあ、寝転んだりすることによって、あんまり、こう、ずっと座りっぱなしじゃない状態を作らなかったら持たないですから、やっぱり寝転んだりして見ますね。で、テレビ見てる時もそうなんですけども、まあ、報道に出てる人もそうですし、まあ、報道番組自体とかが、その関係の番組とか、以前と丸々同じ内容とか、そういうふうに放送してる部分と、あと、まあ、その扱ってる内容は以前と全く同じ内容っていうのは多数あるっていうのはもう分かっています。まあ、だからまあ判断しにくいんですけども、寝転んだりこうして見てるときってあんまり何も考えないで見てないときはそこそこあります。まあ、小池さんだったら分かると思うんですけども、その字幕に書かれてるナレーションの人の内容とかを頭を通過して現場の人に聞こえていたりとかは、それはもう他国の首脳の人たちにまで、そういう現象があるわけであって、まあ状況によってはその慌てて伝わり方、あ、今のまずい内容が伝わってると思った時は日本人の淡井圭介ですけども、いや、こういうことで今頭の中よぎりました。その件は外から絡んでくる連中の内容ですよ。それについて頭の中よぎって、そいつらに対してこうやっぱりこうこちらも腹立ったりある程度するわけじゃないですか。頭の中でそれを言わなかったとしてもちょっとはみんな大体考えるじゃないですか。あいつうるさいなとか、それがプーチン大統領とかに伝わったりしてしまったりするんです。で、それで、日本人なわけですけど、今のは外から絡んできた人間がいてっていうことを伝えて OK っていうことで、すぐこう返答してもらえる。だからこれはまあ、慣れてる方じゃなかったらその誤解が生じるような内容とかあるんですけども、まあ今日の内容に関してその来るようについての意味がちょっとよくわからないのと、正直僕の方もその皆さんテレビ局の人も含めてなんですけども、もう動画の出し入れやめませんか。他の方たちもしていて、で、去年その動画の方で2023年5月5日にその能登半島の地震があったっていうのはあるんですけども、内容もその動画を見てから、あれ、これ以前も見たことあるって思ったんですよ。一番最初いつだったんです。で、能登半島の件に関してその海外の方たちとかもリポートで入ってるわけじゃないですか。だから僕が能登半島の件に関して本当のことだけ放送してくださいっていう内容のものと、その2023年の動画、ホームページは淡井圭介の行きの一番からここ3日ぐらい前のところとかを見てもらったら、それアクセスできるようにしたりしてますし、僕の方もちょっと能登半島の件本当のことだけにしてほしいと、それと以前の内容を
さも今起きたかのように放送するのはこれ昔絶対なしだっていうことになったはずなのになぜこんなことしてるんですかって、未来の時間軸は僕も伝えてしまってますって現地の人たちに言って、2024年の1月1日16時過ぎに震度7もしくは震度6強の地震が発生しますって、それまで皆さん逃げてくださいってもう伝えてしまってるんですよ、いろんな人たちに。だからそれ時間軸超えて聞こえてきますから、それその現地の人たちからしたら彼に騙されたと、違う時に大きな地震が発生していると、まあ、そういうことになってしまいますから、まあそれはまあ小池さんへこう文句を言ってるとかそういうことじゃないんですけども、その感染相場の方なんですけどね、それをその動画を、まあ、2分ほどの動画なんですけども、まあ、2分から5分ほどの動画なんですけども、大体それぐらい、まあ、アップロードして、その同じ欄のところからアクセスできるようにしているんですけども、それをした時に、為替相場2円円安になってる。だから、もともと海外からしても、テレビの放送の仕方が異常じゃないですか。で、まあ、これ、もうここまで来たらね、小池さんでもわからないかもしれませんけども、その周りの人もわからないから、現地行った人しか、新潟の、あの件どう思います？昔の。2006年と2008年に震度6、大体それぐらいの年数、まあ、2010年までに、まあ、2005年から2010年までの間に震度6の地震が2回新潟県で発生しますけども、あの件どう思います？もう、もしかして、前起きた地震をさも今起きたかのように放送していました、新潟の地震自体。で、熊本のあの地震どう思われます？ 2 回発生したっていう形で放送されてるじゃないですか。現地のその実際に地震を経験した人に聞かなかったらはっきりわからない、報道関係の人たちとかでも現場行った人たちに聞かなきゃわかんない、人の入れ替わりとかもありますから、正直僕の方もお手上げですね。だから精神的にそういうところで、その最近の危険で能登半島の時間軸、その輪島市の朝市の方たちとかにそういうふうに伝えてしまってますから、だから僕からしたらもう意気消沈してる状態で、もう本当に報道関係とか災害関係にものすごく嫌気もさしてる方や、けども河川水門解析ダム地下水流ストレートトンネル発電に関しても、もう僕の方ではこれ以上動きようがないで、まあその来るよっていう言葉について、まあ一人どうか誰か老人女性なんですかね、まあもうガラスももう窓でも開けてない限り、このすりガラスですから、分かるわけないんですよ、顔とか。で、まあ、隣、まあ、ここ最近も、誰かそれで通った時に、それで出てみたら、奥田さん、隣の奥田さんだったっていうケースは多々あって、で、夜買い物、20時過ぎぐらいに家出て買い物行く時に、まあ、スーツを着てマスクした男性の方が横を歩いてたんですけども、わからないんです。どこの誰か、全く。まあ、もともと東京都議会にいた人でわかるとしたら、マスクつけないで、同じ髪型でですよ、音喜多駿っていう人ですね。彼は、2007年から8年、フルーツラーパーク、バーベキューコーナー勤務時に僕に会いに来て話してますから、それを最近思い出したりしてるんで、まあ、彼ならわかりますけど、まあ、いやもうね、多分その、もう皆さんも、まあ、その人が、テレビ局関係者なのか、まあ、正直テレビ局の人も、議員の人とかがテレビに出たりしてるじゃないですか。で、顔とかもやっぱり変わってるんですよ。テレビ出てる人でも、例えば今、林田さんっていう人が、ニュースウォッチ9の日曜日の方が、日曜日の方の今のテレビでは、茶色い髪の毛の色で放送されてますけど、あれ以前の内容でしょう。で、その後、髪の毛染めないようにした後の放送は、近年の林田さんという女性アナウンサー、ニュースウォッチ9の田中さんはもう見かけなくなりましたけども、
まあ、葵さんも他局の方へ行かれたみたいなんですが、まあ、この間、その林田さんらしき人が、そこの春山整骨院に髪の毛染めてない状態で軽自動車で、来てたんじゃないかなと思われます。思われますしか言えないです。角度的にも、絶対真正面から見なかった顔なんか判断できないですから、似たような顔の人いっぱいいますから。車乗ってる人でね、まあ、僕のベランダから撮影してる映像いくつかありますけども、まあ、あの辺り、通ったことある人だったら分かると思いますけども、その角度で車乗ってる人の顔見えるかってまず分かんないんですよ。だから、まあ、ある程度大体でこう、まあ、バックで車を、駐車場に止めるときに、その奥の方にいたときかなぐらいの感覚なんですけども。もうそこにもみんな集まらない方がいいですよ。だから2003年にそこの建物は解体されていて、もっと手前の方で裁判所の判決があって、春山整骨院解体の道をたどってますから、本当はもう一度店出しちゃダメだったんですよ。だからその辺のところの事情は、今まで僕は申し上げてきた内容を全て聞いていただいたら、驚かれるような内容がたくさん出てくると思うんですけど、銀行の窓口、三井住友銀行の窓口に黒服を着た女で、もともとキャバクラで働いてた女で、胸揉ませていた女がその窓口に、いて、まあ、まあ、その頃は2000、1年2年の頃、暴力団の名前出されて、僕連れて行かれて、男2人、それも会社の上司として、もともと途中から入ってきていた黒服イコールそのキャプテンランク以上、もうこれはホテルマンの用語なんですけども、まあ、ウェイターとか下の方のランクがあって、まあ、キャプテンランクになってくると、披露宴会場の現場を仕切ったりだとか。まあ、仕切るというか、まあ、その現場の頭役というか、まあ、指示を出したりだとか、その披露宴回していくっていう、その披露宴の担当者という位置づけになっていくんですけども、まあ、披露宴の担当者になるぐらいだったら、もう、普通の、宴会とかそういったところの、その部屋の担当者というような形の、まあ、現場を、まあ、指揮する、人間という位置づけになるんですけども、そういうような形で、もともとホテルグルーツラパークのレストランカトリアに、いつの間にかその上村秀明というものがいて、で、まあ、数年がかりでいろいろ言われて、で、結婚話の話とかも、途中でその男から聞いて思い出してと。で、だからその男は多分電話で窓口に出ていたから、僕じゃなくて、だからその男が聞くから粟井圭介との結婚話をしたことのある人の話を、だからあと、もしかしたらその男は議員さんがどうこうみたいなことを言ってきたんですよ。だからその昔国会議員の人たちとかとお会いした話とかも知ってた、知るような形にどうしてもなる、その上司として就いた人間は。で、結局その辺のところから、さらにプラスアルファで暴力団の名前出されて、キャバクラに連れて行かれて、まあ、そこへ警察官の人が4人突入してくれてるんですけども、もう動かんといてっていうことだったから、電波で聞こえてきた内容の方で、もう僕こうやってじーっと、もううつむいてこう座っていて、もう向こうの方でもう、あ、こんなところかと、えわいどこ連れてこられてると。で、もうここの席に座ってる女と喋ったらもう絶対余計なことになると。で、ウイスキー、もう論外、水にも手をつけない。もうこのままうつむいてじーっと2時間。正直めちゃくちゃ腹立ってましたけども、200万も重ねて、その時、消費者金融の時代の頃です。アコムとかセコムとか、セコムは違う。セコムは、防犯の、警備会社。アコムと、竹富士と、あともう一つ何か、そういうところから30万ずつ引き出されて、暴力団の、名前とか出され、だからもうテレビの暴力団の放送も絶対しない方がいい。本気にしてしまう人も、僕みたいに騙される人いますから、若い頃。だからその怖いとこ連れて行かれたら、普通の人間だったらもう抵抗する気すらなくしますから、とにかくまずいまずいどうしようと。この厄介な状況からどうやって逃げたらいいんだろうって。僕の時は警察官の方が4人突入してくれて、で、その時、もう全ての状況を知ってる警察官の方もいらっしゃったんですよ。で、
彼に全額お金返しなさいって言ってくれた人がいたんですけども、お金今持ってないとか、言い始めて、でもう僕もその時その法律の知識はその時もう全然なかったですから、そのどう対処したらいいのかこれもまずわからない、でその時の事件番号とかも結局今でもわからないままですね。いやこれね、事件番号とか裁判所とか慣れ始めた人間、自分からこう訴訟をちょっと頑張ってみようかなとか、裁判所の傍聴席座って勉強しようかなとか、六法全書買って、そういう行動にまず入ったことある人間じゃなかったら、全然どう対処したらいいか分かんないんですよ。警察官の方から言われてる人とか言葉とかも分からない。まあ結局まあそういうような話でちょっとだいぶ話それてしまったんですけども、その来るよっておっしゃってた意味と、その背広着て歩いていた、ただもうみんなもうマスクしてますから、アナウンサー関係とかの人ももう目元見ただけだったら本当は分からないから、似たような髪型の人がいっぱいいますから。でもう僕 もういろんな件、その動画の出し入れと特にその最近の能登半島の人たちの件、未来からの時間軸の声掛けで地震の発生する時刻が16時過ぎっていうことだったから、1月1日その時間に発生してるってテレビ放送してるから、僕それ信じて、その20日ぐらい経過してから、その熊本県とかだったらその後地震とか発生していたっていうことになったじゃないですか。その後大きな地震が来てるっていうことで、だからちょっとこれ1ヶ月近く様子見た方がいいかなと思って、ずっと時間の経過を見て、多分もう大丈夫だろうっていうことで、それぐらい、20日過ぎぐらいの頃に未来の時間軸からいろんな人たちに、心の声で声掛けしてるって、地震が来るから逃げてくださいっていう内容で、これね、その最初その来るよって小池さんがおっしゃられた時、僕何も考えてなかったんですよ。その動画ってこう最近のものですか？最近のニュースでその小池さんがその都議会で話されてる映像ってほぼ見たことなかったはずなんですよ。とすれば動画で、ここ2024年の4月13日ぐらい、12日13日それぐらいの都議会の映像のようなんですけども、ただもう正直2024年じゃないんじゃないかなって思ったりしています。正直もうよくわかんないんですよ。小池さんも顔きれいになってたんで、一瞬正直こう思いました。僕の顔いってるんじゃないかなと。で、その後来るよっておっしゃられてたんですけど、映像って前もありませんでしたっけ？今ちょっとそれで記憶はちょっと戻ってきたのかな。それが何合図なのかもわからないんですよ。その動画を今更以前のものだったとして、その来るような一言だけだと絶対わかんない。本当にいろんな人間がいますから、でどういう意味でおっしゃってるか正直わからない。だから怖い方向から考えたらとてつもなく怖くなりますし、その仮執行のその勝訴のあと、その上村秀明ともう一人新部なんとかっていう男のその移住、その転居した先の住所まで郵便局経由で住所を突き止めて、それをワンセットにしてファイルに入れていたものが今年に盗まれてたんですね。でから何があったかの証拠のことに関しても、良い人は言ってきますから、その話本当っていうことで。だからまあ、仮執行の勝訴の判決も、平成21年ぐらいの頃ですけども、もう一回買いに行って、で、まあ、自分のホームページに貼り付けて、まあ、他の件とかも記載して、で、他の件とかも、結局その動画をアップロードするのに一体もう何ヶ月かかるかわからないですね。元が 128GB とかですから、200時間近くアップロードの、自分でその動画をYouTube にアップロードとか自分で手作業してみたらわかると思うんですけども、そのすごく時間かかるんですよ。いろいろ打ち込まなきゃならないですか、題名つけたりだとか、何がどうとか、いろんなこと、ところを埋めていかなきゃならなかったりしますから、で、公開時間がどれぐらいで、アップロードするのに何十分だとか。だからね、ちょっと、もう AI の残存の問題的にもそうなんですけども、両面、もう、両方とも僕も、もう精神的にだいぶ参っ
ってますね。でも小池さんも正直年齢がご年齢ですから、まあもうそろそろ引退される頃じゃないですか。だから僕の県とかで昔から関わってた、まあ当時も特にフルーツラパークで働いていた1997年、8年の頃の、その時の大臣の方たちなんかもうほとんどの方はお亡くなりになってるわけであって、でもちろん残られてる方たちももう年齢的にも、例えばもうちょっと食べようないですね。その当時の大臣の方、生きて残ってらっしゃる方なんかいらっしゃっても、もう老人ホームとかそういうわけじゃないですか。もう、なおもう僕も、もうどうしようもこうしようもない状態で、もう今日も、だから春山聖子人で絡んでこられてきてる動画とかも、もうアップロードするだけの気力もない。もう体に力が入らない。だから精神的にものすごく参ってる。で、裁判所に訴えて、その公開期日の前に警察官とか来て、精神病院行きにしてますから、これ政治が関わっていて、動いてる人たちが存在するっていうわけじゃないですか。だから、来るよっていうその言い方とかでも、どういう意味で言ってるんだろうっていうのが、正直頭の中よぎります。だからそれは伝わってるんだとしたら、まあそこで映像をすぐにこう区切られてましたけども、向こうにはから今こう考えてるとか考えてるとか、まあそこからまた話広げられても誤解が生じたりとか、まあもう全ての話を普通の人が聞いても、この人のこんな人生絶対なりたくないな、コースになると思いますよ。あとその両顎殴られて、その骨折した件だとか、長時間労働でタンクローリーの横転事故だとか、他にももう同じような内容の悲惨な内容はいっぱいありますから。で、それプラス絡んでくる連中いっぱい。1日多い時200件ぐらい。それ冗談じゃなくて本当ですから。で、1件の件数で多い人数10人ぐらい相手。で、その中の1名が、神戸地方裁判所の民事物受付に座ってた人間で、一応まあその人間は止めてましたけども、それまでその人は多分民事部とかで働いてることがバレない限り止める行動に出なかった人だと思うんです。髪の毛染めてた男性で。だからこれ絡んできた10人組のその男なんか言ってる内容は本当に強いかどうか試したるとか、もう命の危険感じますよ。道路を挟んで向こう側から言ってくるんですけども、これはまずいなと。10人。2対1でも正直嫌ですよ。1対1でも。もう私今年47ですから、体なんか大して鍛えてもないですし。逃げようったって、すぐに息切れします。だってね、パソコンとか、その家に不法侵入処置をされてるから、もうパソコンとか背負ってリュックの中入れて毎日移動しますから、もう結構な重量あるんですよ。そのコードとかいろんなものを、あと、書類関係。もう最終的にそういう人になりましたね。こんな人生皆さんなりたいですか？の方ですね、僕からしたら。だから、どちらかというと、普通には喋ってますけども、恐怖感の方が本当は大きいんです。冷静さを保って喋ってるようには見えてるとは思うんですけども。もう、日々、誰かに会うどうこうのもう気力すらもうほとんどない状態ですね。以上です。だから今日のその見た動画の来るように関して、どういう意味だったのか、だからもう僕からじゃもう全然わからないですね。で、まあ、安倍晋三さんの生まれは山口県のはずなのに、出身地がいつの間にか、東京にウィキペディアはなってた時があったんですよ。もともとは岡山県だったはずじゃないですか。だからその一説によると、出馬したところから云々でもそうなるとか、何かそういう話は聞いたことあるんですけども、安倍晋三さんって東京都から出馬されてましたっけ？
もう僕も、いや、あのね、その、もう今もこの時間帯だからはっきり言いますけども、その、スポーツの勝ち負けとかで、その、コンピューターの AI とかでどうなってます？どういうふうになられてます？その、ウィキペディアはめちゃくちゃだっていうのはもう、すごくよくわかるし、もう世の中社会全体、もうこんな状況、もうみんな無理だって投げ出してしまう方でしょう。で、自分だけの守りを固める。なもうこの方法だ、この方向だったら、エネルギーの残存量もない、絶対解決できなくて終わります。まあ、その辺でも参ってるっていう部分ですね。まあ、一応その今日来るような動画を見て、何かマスクされてる男性の議員の人とかいましたけども、これね、僕は二十歳ぐらいの頃に、一度そうなったんですけども、インフルエンザ云々のところから、その医療業界云々とか、あと悪いこと、もうそこからもういろんなこと全部含めて、悪いことしてる人間しかマスクなんかしてないっていう話の方向性、もうみんなそれで行きましょうっていうことで、誰かはそこまで話持って行ってくれたんですよ。で、それでもう、マスクしてる人間が悪い人っていうことになったんです。で、それでも皆さんがマスクを取るようになったんですよ。で、案外、ほとんどの人が、あんまり誰からも声かけられへんわっていうこと気がつくんですよ。もうこの社会全体のこの内容でもうみんなもう自分のこと以外あんまりも関わり合いたくないになってしまってるんですよね。だからまだ社会経験が何もない怖いもの知らずの、まあ、学生とか子供とか二十歳前後の人間とか、その、いろんな、まあ、特に政治経済に関わったり、エネルギーの残存量問題とかの対処に関わるっていうことが、どれだけ難しいことなのかっていうことを、分かってない人間しかなかなか、まあ、だから僕は、まあ、絡んでこられることぐらいしかないですから、もうみんな別に自分が解決しようとか、そういう意気込みも持って、で、僕に会いにこの辺歩いてる人なんか見たことないです、全然一人も。もうその状態で辟易としますし、だからこの間、宇垣美里アナウンス、もう元アナウンサーなんですかね、らしき人物が岡場の駅の横を、まあ、マスクしますか、わかんないですよ、身元だけですから。らしき人物。その前日とかに、その誕生日を見たときに、4月16日の誕生日だったから、もしかしたら横通り過ぎるかなとか思って、で、買い物行って、で、買い物で、終わった後、岡場の前、横通り過ぎていくとき、もう別にもう声かける気力すらないですね、その地震の件のことで。地震の件のことをしっかりと覚えていたら覚えていたで、多分僕は、じゃあ、あの件本当はどうなってたのって、多分声かけられたっていたと思うんですよ、能登半島の件。ただ、この間、元楽天の監督だった石井一久さん、まあ、メジャーリーグ行ったりして、まあ、野球界では名を馳せた人ですけども、その人が、らしき人物が僕の横を通り過ぎていった時に声かけたんですよ。石井一久さんですかって、淡井圭介ですけどもって言ったんですけども、他の人もそうなんですよ。返事全員ないんです。だからもう声かけても無駄だっていうこと分かってるから、もうみんな、どんな意味とか内容とかで、この横を歩いて、僕の家の横とか歩いていってるんだろうって。意味？もうみんな意味を考えなくなったんじゃないですか。もうただひたすらめんどくさい社会っていうことになってしまって。それ、まあ今僕も元気ないですね。その世の中をどうにかしようっていう元気。いや、だから、そんなことは昔から言ってることだから、本当のことだけ放送してくださいって、テレビ局の人たちは。で、小木さんとか上に言われてとかの方向でしたから、大越さんとかも。で、何回も何回も同じニュースを放送してるでしょう。動画もそうですけども、ああ、動画の出し入れかと。まあ、もう、ただひたすら、解決策が見当たらない状態ですね。だから来るような意味はもう全然わかんないです。
いいです。とりあえずその、ちゃんと自分から声かけて、淡井さんとしっかりと話するという覚悟を持った人だけ来てもらえますか、この辺で。そういう覚悟はないまま来られるの大変迷惑なので、来ないでください。で、その、みんなちゃんともうメモ帳とか、まあ、昔はその河合案里さんとか、まあ、兵庫県議会の芦田さんとかが自宅に書類持ってきてくれたりとかありましたけども、だけども、そのメモ用紙も筆記用具も何もなしで来られるっていう状態、もう絶対無理やわってその瞬間思ってしまいますね。どうせ喋ったこととか後で忘れてる。最低スマートフォンとかで録画でその喋った内容を記録つけてなかったら、どうせ忘れるじゃないですか。まあ、もうこれぐらい、まあしょんぼりとした、毎日です。以上です。